田辺圭司の音楽をいっぱい出ちゃうぞビデオズ。こんにちは、作編曲家の田辺圭司です。今回ジルプラグインは DDMF のエンドレスです。はい、それでは最近の無償のプラグインおすすめをご紹介したいと思います。 DDMF のエンドレス。これエンドレスってどんなリバーブかっていうと、多分なんだろうな、ジャンル的にはシマーリバーブっていうのかな、キラキラしてるねリバーブなんですけど、まあ、ちょっと聞いてみましょうか。はい、ピアノでやってみます。はい、このような感じなんですが、まあ見るとわかるんですけど、まあルームサウンド SFX、サウンね、ルームはリバーブタイムとかグラニュラーのこのサンプルする時間をやったりとか、サウンドはこうフィルター、ハイカットローカットのフィルターで、 SFX っていうのがこれ多分このシマーリバーブとのゆえんというところだと思うんですよね。じゃあもうちょっといじってみると、今だと、じゃあもうちょっとこれを小さくしてみると、まあ割かしどうだろう、これぐらいかな、これぐらい。こんな感じですよね。まあいわゆるホールリバーブっぽく使えますよね。ちょっとプリディレイを流して、もうちょっと長くてもいいかな。まあロングリバーブとしても使えるんですけど、もっとすごいね、グラニュラをもうちょっとこうやって、ね、こういう感じで、例えば、ギター、エレキギターとか、こんな風に使ったりね、ちょっとね、長い。で、こういう風に使ったりするといいと思うんですけど、じゃあこっちの、最大のね、この特徴の、シマーリバーブの特徴、スパークル。わかりますかね？このちょっとシンセの音みたいなね。このディチューンってところで、この残ってるスパークルって音のこのキラキラしたところにこうディチューンね、厚みがつく感じですよね。このスパークルのトーンですかね。で、ここがディチューンのシフト、ピッチシフトの部分ですよね。ここをつまみね、何かこうね、コントローラーにアサインして、もしくはオートメーションで。このわずかなパラメーターで微調整するだけでかなりのバリエーションが作れますよね。一般的なホールリバーブっぽくもできるし。まあ、こんなにスパークル派手にしなくても、このような感じにできるという、はい、DDMF エンドレスね。これね、ずっとね、無償のプラグインみたいなんで、まあこれね、動画見た人はすぐにでもゲットしてもらってもいいと思います。
この DDM フェンドレス、ちょっとこうね、飛び道具っぽい感じかと思うんですけど、ちょっと違った使い方ができます。たびたび出てきますが、このバラード春のせいでなんかに使える。まあ、バラードの歌のリバーブに使えるってことなんですけど、はい。じゃあ早速やってみますね。はい。風のいたずらで、はい、インサートしてみます。藍色スカート揺れた卒業の文字が、これを調整していくと、ベタなホールリバーブとかプレートリバーブでリバーブチックな感じよりも、むしろこっちぐらい大きいね、この DDM フェンドレスぐらい大きなリバーブの方が馴染む場合があります。風のいたずらで藍色スカート揺れた卒業の文字が白く残るチョーク廊下へのドアを閉めてて、例えばこれとディレイをね組み合わせたりとかしても多分いいと思うんですよね。ディレイじゃ例えばこんな感じで、これとと今のエンドレスこれですね。風のいたずらで藍色つか、ちょっとサビの部分とか言ってみましょうか。いいのに春なの、春のせいで教室色が変わる、さよなら言い出せない、私たちは聞いてもらうと分かるように、オケの中だとそんなにリバーブ臭くなく、歌の存在感はありながらも広がりがあるというね。こういう使い方ができるというのが、このシマーリバーブのいいところなんではないかと思います。なんで、まあ、いわゆる、まあ、飛び道具的なのは、まあ、もちろんのこと、こういう、普段使いにも、使えるシマーリバーブ。まあ、DDMF エンドレス。まあ、ただなんですが、かなり使えるプラグインだと思います。さて、いかがだったでしょうか ?DDMF エンドレス。はい。シマーリバーブというね、カテゴリーになると思うんですけど、まあ、シマーリバーブ他にも、バルハラシマーリバーブとか、ネイティブインストルメンツのラウムっていうのがあるんですよね。あと、ま、他にもあるんですけど、まあ、ちょっとこう、すごいロングリバーブ。で、シマーサウンドね、キラキラキラとかシュワシュワーとなったりするね。あれが特徴的なんですけど、まあ、やっぱり最初こう、聞くと、音を聞くと、ちょっとこれ飛び道具に使うしかないのかなと思うと思うんですけど、あんな感じに、バラードなんかに使ってもらうと、なんかね、こう、シャバシャバにならずに、こう、いい感じに馴染むと思うんで、そういうね、歌物とかにもって、あともちろんピアノとかでもいいんですけど、使ってみてもいいんではないかと思います。それでは。